久しぶりにね、はい、お絵描きしませんか？いいっすよ。ビジュアル的にね、時間とね、いろいろ稼げて、はい、面白くもなるので、動画を作る上で非常に楽なんですよ。なるほど。一時期レギュラーコーナーだったでしょ。やってましたね、はい。はい。というわけで、今回もお絵描きですが、はい、今回我々に与えられたこのスケッチブックと、はい、このペン。はい。今回は、対決です。はい、おー、なるほど。対決の内容が、はいはい、例えば、はい、僕に与えられたお題、はい、ミシュラズファクトリー、はいはい、ミシュラズファクトリーの絵を描く、はい、で、第三者にポンと言ってもらいます、はい、ミシュラズファクトリーピボピボピボン、1点リュウジへのお題、はい、ガイアの両乱の地、はい、描く、え、何これ、ヒッコリの植林地、ブッブー、0点っていうのを3回やって、はいはいはい、より多くポイント稼いだ方が勝ちになります。あ、わかりました。ま、それじゃあもう早速やっちゃって、やりましょうか。はい、じゃあリュウジが先やる？あ、やります。じゃあ1問目リュウジで答えてくれる人をね、はい、お呼びするので、はい、じゃあ次のシーン行ってみよう。はい、というわけでゲストかもうほぼレギュラーでしょう。クーヤンでーす。はい、よろしくお願いします、はい、というわけで、リュウジと僕がクーヤンに交互にイラストを見てもらって、はい、当ててもらえたら1ポイント。はい、はい、じゃあ早速、はい、行きましょう。じゃあ早速第1問、ちなみに書く時間は1分間です。はい、僕見ないですね。はい、はい、リュウジにお題が今見せられる。あー、なるほど、オッケーオッケー、全然大丈夫です。余裕？はい、余裕です。余裕。じゃあ始めましょう。レディーファイ。これリュウジ君は自分的には絵は上手い方やと思ってるんですか？まあトントンっすね。トントン？トントン？どういうこと？どこと比べてトントン？相変わらずポンコツやな。誰と比べてトントン？誰と比べてトントンだよな。ああ、多分あの岩城さんとワイトトントン。トントン。トントン千年。さあ。これ1分で結構長いですよね。うん。今ね、35秒残り。25秒が、もうめっちゃ描いてる。さあこれは一体。何なんでしょうか。お題を出したカミソリヒゲのハンターさんはもう笑いが止まらない顔してますけども。いや、もうこれ完璧でしょ。完璧。これはね、僕の曲ではこんなクリーチャーはいないです。あ、おお、わかった。わかった。俺わかったわ。これは。これわかるでしょ。いや、俺わかったわ。いや、できました。はい、残り10秒残してリュウジ終了。終了。じゃあ見てもらいましょう。はい。じゃあ。せーの、ドン。ちゃんと。え、チャンドラ？いや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 、これ理解力なさすぎでしょ。あと1回答えれる。あと1回。あと1回。2回以内にしようか。え、これ。これはもう分かってほしい。5。え、4。3。アショク？いやいやいや。顔ないじゃないですか、アショク。正解は、思考が濃いです。テーロスバージョンですね。あー、ちょっと、その、岩下さんのクリーチャーっていうのが入っちゃったわ。あ、クリーチャー言ってないですよ。言ってないですよ。いや、こんなクリーチャーはみたいな感じだったんで。えいや、まあでも思考かっこいいじゃないでしょ、これ。いや、思考かっこいいですよ、これ。違う、こんな。ちょっと分かったわ。ほら、だって岩城さん分かった。いや、これ、でもこれは分かる。だってその辺にいる人でしょ、答え。いや、これ、レベッカ・バンカ迷ったんですよ。これ、大阪の某町にいる人。いや、これはちょっと分かりにくいよ。いやいやいや、これは全然囲ってないよ、こんなん。分かってほしかったな。いや、もう0点。はい、じゃあ次、はい、ジョーさんの番です。え、あ、うん、いきなり始めといてや、はい、なんか、はい、じゃあ準備はよろしいでしょうか。 OK です。はい、じゃあ今度も制限時間1分で、はい、はい、いきます。じゃあ用意。ちょっと待って待って待って、お題見てないってまだマジいいな。早い。じゃあお題見てください。で、お題はこれの上っすよね。ちょ、これ見えないんですけど、思考囲いって書いてあるんですけど。これっすね。上の方ですね。わかりました。OK です。はい、じゃあ OK ですか。はい、はい、じゃあ行きます。よーい、スタート。はい。まあ、PK で言ったら今現在、リュウジ君が外してる状態なんで、もうかなり、岩城さん的には。いやもう美味しい状況になってるよ。完全にもう、まあ、ここで取られるとね、結構。うわ、もう、この状態で僕何のカードか分かってしまいましたね。おー、そんなに。それは。でも俺ね、意外とね、あの、カードの絵の知識ないからね。確かに、結構、今の思考囲い分からなかったですから。いやいや、あの囲いは、ね、あの囲いは分からん。いや、これは、いやこれは伝わるんじゃないかな。これは、おそらく、分かりますね。マジで。あんまりね、人によっては、カードのテキストと名前は知ってるけど、はい、絵まで興味あるみたいな。いや、これね、ちょっとこれは分かる。これは、分かりますね。はい、あと8秒、7秒。はい、6秒。OK です。できました。はい、じゃあできました。はい、じゃあ出しましょう。はい、せーの、ドン。え、デスミソラプター。さすがに、もう一瞬
一瞬。いや、これは、クラさん使ってますからね。いやいやいや、俺、囲いも使ってるから。いや、囲い多分、レベッカ版でしょ。いやいや、両方とも使ってるよ。これわかるよね、さすがに。これはわかる。正面向いてるね、この下出して。いや、もう、いや、これですよ。これよね。はい。さっきはちょっともう一回出してしこうよ、これ。はい、いや、これわかるでしょ。いや、これなんか別に言われてもピンとこうへんよな。これ。いや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 。え、これなんか、うわ、手燃えたみたいなやつでしょ。熱ーって。ちょっと、ぶわーってやってそうそう溶けていってるけどね、あれも。ちょっと、腕短かったかもしれないですけど、うん、これね、まあ、全然びっくりしてないよ。あれかなり驚いてるけど、あのイラスト、うん、もう慣れとんのよね、顔が目が座っとるから、うん、余裕やみたいな、もう行かれてるわみたいな感じです。これはちょっと ね納得できない。こっちはもうよっしゃ、まあ、まあ次こそちょっと当てるんで、じゃあステージ1は僕の勝ち、はい、じゃあ1ポイント、はい、よっしゃ、じゃあ次のラウンド行ってみよう。はい、はい、じゃあ、ルーチ君第2ラウンドですよ。はい、ここで巻き返してね。まあもちろんもちろん、マジックは3本勝負やからね1本取られても2本目がまあまあまあ OK、 そうです。はい、じゃあ2本目、はい、お題の方ご確認ください。なるほどなるほどなるほど、顔をしかめてますが準備、いやーわー大丈夫かな、いけますか。おっす、立てても横でもいいからね。いや OK、 そうです、大丈夫です。 OK、 はい、じゃあ始めましょう。レディーファイト。さあ何やろ、まあ、あれまだ書き出してないまずはね、まあ、でもリュウジ君絵心はまあありそうだったんで。そうだね、まあそんなに、まあ、僕めっちゃ悪いんでこれカミソリヒゲね、もう爆笑してますまあやっぱあとは人に伝える能力ですよね。これはやばい、伝えこれはねそうだ、人に伝える気持ちって大事よね。そうなんですよ、まあなんか下手くそでもそう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 、あの津村健二氏のね、そうですね、あの氷のワンとかね、そうあれな全く見てないけど伝わらんこともありますね。残り20秒、これはこれまあ全然見てないですけど、なんかリュウジの焦る姿がこれはねマジで分からん、もうこんこれポケモンっすかね。ポケモンやで、ね、これしかも俺ルビーサファイア以降の福田さんのポケモンやってるよこれは僕はこれ以上もう21そこまで、はいはい、はい、じゃあ行きましょうか。これは、はい、行きます。はい、はい、行きましょう。せーの、ドン。マジでなんなんこれ。えさあこれはでも分かってほしいな。これ2回答えられるんですよ。2回答えられるよ。さあクーヤン、これは一体、はい、ちょっと待ってください。これポケモンですか。違います、ポケモンじゃない、マジックのカード。マジックのカードです。クリーチャーです。ヒントは、ヒント出たな、塩がつくこれはでも福田さんもしかして分かってくれるかも。これはシェオルドレッド。あー違います。違うシェオルドレッドではない。これはえ、これ太陽の塔とかじゃなくて違います。クリーチャー、あと1回えこれ、あーそういうこと。いやえこれはですね、太陽の塔です、はい、ギブアップ。あー、はい、惜しかったんですけどね、あの正解はエリシュノーンです。え俺一瞬エリシュだと思って、はい、いやそんなわけないと思ちょっと分かりやすいのよ、これファイレクションのマーク入れたんですけどね。いやもうその前さ、反則カードのイラストを完璧に、あエリシュは完璧にそのリエストが入ってるから、はい、逆に声ない、こんなんないなと思ってそう逆効果やった。色気出すからやん。いやこれは完全に太陽の塔ですよ。これはねこれは岡本太郎作です。それはねこれエリシはちょっと無理がある。これはマイナス2どころではないよ、ね、ちょっと追いつかなかったっすね。いや追いつかなかった、はい、追いつかなかった何がよ俺が悪いんから。いや俺が追いつけなかったさあ、はい、じゃあ今回第2ラウンド岩翔さんの番です、はい、とりあえずお題を確認してください。はい、これ取られちゃうとねもう、まあ、なかなか厳しい、 OK です。厳しいというか OK、 一応ルール上終わってるはずだけどな。はい、じゃあ OK ですね。 OK、はい、です。まず行きましょう。はい、じゃあ行きます。よーいスタート。はい、いやさっきはねちょっと失敗したかなとは思ったんですよ。いやもうなんか嫌なの足したら、そうですね、あれがちょっと、いやほんま一瞬エリシュをマジでよぎってんけど、はい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 、いやでもこんなマークお腹になかったみたいなのって、あれは、いやちょっと あれ入れた方が桑さん分かりやすいかなとちょっと思ったんですけど、もうそこはもう逆効果ですよ。逆効果でしたね、はい、今度はちょっとまあ完全に分かる感じのやつにしようかなと思ってもうお前1本取られとるからね3本目あるのかなみたいな
僕でも分かんないですね。今岩下さんの回答ちらっと見てるんですけど、おこれ結構難しいよ。これこれはこれはこれはなんやろう。これもガンガン書いてますね。あと15秒。これは分かる人には分かるんじゃないかな。なんやろあれ。いやこれ結構難しい気がしますね。僕分かんないです。 JH0 終了。はいはいはい、じゃあ行きましょうか。いやこれは伝わるかどうか分からんけどね、はい、せーのドン。伝わって伝わって、ショック。これストロングホールド版のショックですよね。いや分かるよな。これは分かる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 。いや顔おっさんちゃいますやん。いや顔かでもやっぱ顔かきくられへんから、うん、情報やん。この情報ってなってる稲妻で、おっさんが奥で食らってこうわーってのけぞってる、うん、いやこれはまあパッと分かるよね。いやそれは分かりますけど。え分かるんかい。いや分かるやろ。これ20ですけど、おっさんじゃないんで僕ちょっとショックではないなと思ったんですよ。ええ、いやあのショックとやおっさんじゃないですか。そんなお前エリシオ、ポケモンの絵描いてエリシオはおこがましすぎるやろお前。それはこれあれですか、泣きの最後リュウジ君3ポイント、3ラウンドだったら3ポイントですね。いやあの2ポイントにしよう。あのどんなに頑張っても分かる。2ポイント俺は譲らへん。俺2-0やからね今。分かった、じゃあ3本目いこうか。はい、はい、じゃあ行きましょう。さあ最終ラウンドです。はい、お気持ちの方はいかがですか。いやもう余裕っすもん。そうそう余裕。どういうこと。クヤさん失うものは何もないってな。いやまあここでクヤさんにも分かるようなように僕書こうと思った。もうこれでクヤさん大体俺が悪いみたいになってる。もう理解力把握したんで。これクヤはもうリュウジ合わせるってきて。まあいやちょっと合わせる気はないんです。合わせる気はない。ただリュウジはクヤを理解したから伝えられる。もう余裕伝えれる。このラウンドは勝利して2点取って僕と同点になれる。そうですそうです。ようですね。はい。これ僕勝った僕4点やからね。いやまあもうそれはないんで大丈夫です。それはない。それはない。わかりました。じゃあ早速お題の方確認してください。はい、いやこれはね、これはまだ。あ、オッケーオッケー、大丈夫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 。もうオッケーですか？オッケーっす。じゃあ行きましょう。はい、最終ラウンド、レディーファイト。ユージは書き出しが遅いんですよねいつも。いやさっきのはね、エディッシュではないですよ。めちゃめちゃ静かですけど、めちゃ これはねどえらい笑ってるけども。これはねなんかすごい見てないですけど、リュウジ泣いてますもしかして。もしかして泣いてます。これはこれ困惑のなんか空気。残り15秒これ大丈夫かな。これなんかスースー聞こえるんですけど大丈夫ですか。これは紀元前の壁画だったんですけど。5、4、3、2、1、そこまで。はいはい、じゃあ行きましょうか。じゃあ早速行きましょう。はい、せーのドン。え、いやいやいや、これはバランス天秤違いますとのことで。違います。あと1回。え、確かに天秤の絵がね目を引くけども、はい、まあ有名なカードですよ。もう自分で自主的にヒント出すなよお前。エクソダスのクリーチャーでもインスタントでもソーサリでもないです。え、そめっさヒント出すやん。 えそうなんて。あ、そうかそうか、そうクリーチャーでもインスタントでもソーサリでもない。はい、え、いやもう答えは一つですよ。そんなヒント出してねえのか。ちょっと待って、もう完全に釣り合いやと思ってたから。釣り合いやと思った俺も、うん、ですよ。釣り合いと思ったけど、何すかそれって言ってからね。もう違う、よく見して、よく見して、うん、イクレベリウム。じゃあえ、これはい、ということで。いやもう分かるでしょ。さあそろそろ、そろそろ答え出すと。5、4、3、2、1、カンデラブラオブタノス。わからんわからん、こんなん。はい、じゃあ違います。何これ、何これ。停滞ステーシスです。停滞。天秤のイラストは描かれてないね。天秤じゃない。え、ちゃいましたっけ。天秤じゃない。ビビる天秤のイラストは描かれてない。いやこれね、いやもうこれはもう事故ですよこれ。これね、君あの狐とね、人が向かいやってるのを表現したかったんでしょ。はい、そうです。ちなみにね、シーソーですからね。シーソー、あー、か
紙一重でしたね。シーソーかー。いやもう本当釣り合いやと、まあ、釣り合いか本当にまあ天秤かとはと思う。まあ、天秤かシーソーかの違いですね。これ紙一重。いやだから。こっちと惜しかったな。いや昔のカード出されても絵柄覚えてないんで、まあ仕方ない。逃がせこいつ。何これ牛。わわわわ仕方ないんで、まあ最後岩翔さん行きましょうか。はい、はい、じゃあ第3ラウンド、まあ、最後岩翔さんのターンです。はい、1個だけいいですか。はい、これ僕3立てしたら罰ゲームやろ。さすがに。さすがに罰ゲーム。さすがに龍二罰ゲーム。さすがに。まあまあ3立てすることないらしいんで、難しい問題来てるんですか。難しい問題らしいので、まあまあ大丈夫でしょう。はい。知らん、何の根拠か知らんけど君だって03を隠してたからね。はい、まあまあまあ、じゃあまあ罰ゲームで、お題、まあまあまあ、お題の方、はい、ああなるほどね。いやこれは、はい、いけんちゃうかなこれ。おお、まあじゃあじゃあ行きましょうか。はい、 OK、はい、です。じゃあ準備いいですか。はい、よーいスタート。早い早い早い。これはね、情報量が割といるから。これは、なかなか早い。やっぱ絵心が違うもんな。いや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 、これはね、正直、ステーシスの絵がいまいち思い出せなかったんですよね。だいたいこんなんやったやろうっていうので描いたので、若干仕方なかったかなっていう。仕方なかった、若干仕方なかったのに、もう意味不明やからな。だってこれ、だってシーソーだったら分かったでしょ。いや、シーソーだったら分かったよ。分かってたよ。シーソーで覚えてたので、まあまあ、シーソーで覚えていたので、じゃあじゃあ天秤で覚えてたから、まあまあ、なんか傾いてる感じのは、あと、うん、他やってる絵っていうのはね、覚えてたんですけど、ああもう悪役にしか、すいません、はい、残り10秒。ああこれ僕分かっちゃったな。分かるでしょ多分。これは分かってしまった。これは、はい、終了。はい、リュウジ君罰ゲームへ向けて。はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあせーの、ドン。え、ジラードキャパシン。全然難しくないやん、これ。いやいや、一撃一撃こんなん。待って待って、これ何のに、これ出題者の悪意を感じる。ええ、これはこんなん、これ4やろ。これはこんなん、ジェラードは一発、これだってね、大事なところ、まあ、構図がやっぱりちゃんとしてるんで、そうそうそう、カードのイラストと合わせて剣を前に出して、うん、ヒゲでね、はい、ベスト着てると、は